皆様おはようございます。無駄なしまかない道場のお時間がやってまいりました。本日のお料理はですね、こちらですもやしを使って一品作っていきたいと思います。おいこちらってやってる場合じゃねえぞおら。ということで、それでは早速スタートしましょう。ちょっとこせられて始まっちゃった今ね、もう気にしないで。はい、まずね、フライパンにオリーブオイルね、ガツンガツンと、まあやや多めでいいよこれね。はい、そしてフライパンに火つけてなじませる。それからはい、これね、ニンニクみじん切り一かけ分ね、まあ入れたい方はね、もう二かけでも三かけでもね、もう丸ごと皮ごとガツンガツンパラライガとね入れちゃっても OKOK ではないでしょうか。はい、そしてオリーブオイルにですね、ニンニクがですね、ニンニクのガーリックの香りを、まあ、移すってちょうだいよ早くみたいな感じで。はい、そしたらね、ヤシも、はい、もやしをガツンガツンパラライカとね入れちゃってください。はい、そしてね、このもやしを炒めます。でもやしがね、やや炒まったら次は焼きそばの麺入れちゃうから、もやし焼きそばみたいなね、感じで跳ねないときはこれ一番よ。もやし&焼きそばで一品できちゃうから、まあただもやしと焼きそば一緒に炒めるだけなんですかね。はい、それではね、軽く焼き物の方をね炒めてまいりましょう。もやしの方がですね、はい、いい感じでね、炒めるのができました。そしたらね、この三色パックの焼きそば、まあね、バッコンバッコン入れてください。はい、そしてね、この焼きそばをほぐすとね、ほぐほぐほぐんこほぐりんこ、これなかなかね、ほぐれない時ありますが、そういう時はね、オープンですかなんかね、小さじ1杯分ぐらいね、ほぐしにこう使うと OKOK です。まあビールちょっと入れてもね OKOK でございます。あ、いやいやほぐれやすいかなこれみたいな、こんな感じでガッツンガッツンスリービームロンと、はい、炒める感じでお願いいたします。はい、それではね、味付けの方に入りましょう。まずですね、このもやしプラス麺の総重量の 1% のお塩パラライカですね、お願いいたします。はい、そしてニンニク1杯分の味の素、サックンサックンサックリーナですね。はい、そしてブラックペッピー3振りぐらい、好きな方はねガツンガツンとね5、6振りお願いいたします。はい、そしたらね、あとはこれをガツンガツンと炒めて、まあもやしに火が通ったら完成ね、こんな感じでお願いいたします。もうこれもうできちゃったな、これな、今日も早いな、もう最高最高最高よ。はい、そして出来上がる寸前に粉チーですね、はい、粉チーズガンガンガガンとね、これも好きなだけ入れちゃってください。これ粉チーズ綺麗なんだよねって方はね、もちろん入れないでも全然 OKOK、ベリーチーズでございます。はい、これでね、チーズともやしと麺ね、合わさったらここでもう火はね、はい、止めちゃいましょう。火は止まったよ。はい、止まってからバターを鍋肌にパッツンと入れて、はい、フリフリフリとね、これ余熱でバターをなじませるような感じね。はい、こんな感じで、完成となります。早いね今日もね、まあいい加減っていうかね、なんていうか、まあ、こういうのがうまいんですよ。お前それ何の栄養もねんじゃねえのみたいな感じでございますか。もうもやしにはあれですよね、もうビタミン C はもちろんのことね、葉酸アレルギン酸、それからねカルシウムとかもね結構入ってるんですよね。あとアスパラギン酸、そうですね、アスパラギン酸ですね、とかも入ってるんでね、結構これだけでもね栄養価バッチリですよ。はい、そしてもうもやしには繊維質たっぷりなんでね、これもオッケーオッケー、健康にいいよこの一食が、ね、そしてもやしのカロリーは激少なめですからね、えもうダイエット効果もあるんじゃねえのみたいな、もう一石八鳥ぐらい、もう八鳥味噌くれーみたいなね、感じなのさ、余計なこと言ってないで皿に盛り付けて、テーブルの方に運んで食してまいりましょう。はい、テーブルの方にですね、もやし焼きそば運んでまいりました。そして最後にね、またね、お好みで粉チーズバックンバックンバッツリコーンですね。はい、それではね、いただいてみましょう。いや増えたね、もやし1袋と麺1袋だけでこんなボリュームになっていいのみたいなね、お子様だったらこれね、双子のお子様でちょうどいいぐらいじゃないのみたいな感じではないでしょうか。いただきます。うん、熱そうだな。うん、熱いや、熱い熱いです。うん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 、
あ、これ和風のパンだ。やっぱ焼きそば熱くなくちゃね、美味しくないんで。熱いですけども、このほんのり香るガーリックがですね、ニンニクの香りとこのね、エクストラバージンオイルのこのまろやかな香り、そして麺の旨味ともやしのシャキシャキ感ですね。はい、もう最高最高最高ですよ。うまい。はい、そしてね、エルなんで飲んでられません。これです、チェリオ。はい、京都からお越しのヨコさん、お土産ありがとうございます。チェリオ、いただきます。いや、高校時代思い出すよね。カップ焼きそばにチェリオ飲んでね、よく部活などに盛り上がったもんでございます。最高だわ。いただきます。最高だね。はい、それでは本日の最後で無駄なしまかない道場をご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、もやし焼きそばの作り方は もやしとね、焼きそば3食パックの焼きそば1パックでこんなボリュームができちゃうよ。しかも美味しいから、ぜひね、お試しくださいませ。そして皆様に一つお願いがございます。動画アップのモチベーションを維持するために、皆様の温かいグッドマーク1票入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。良い午後をグッアフタヌーン。じゃあねー。もやし焼きそば最高。 GO!